その前に健介という壁を倒したい。本日のセミファイナルスペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。ラウコーナー250ポンド佐々木健介。佐々木健介です。ラウコーナー250ポンド塩崎ゴーです。さあ小橋さん、先ほど、はい、佐々木健介対小橋健太のあのドームのチョップ合戦が出ましたが、はい、どんな気持ちで見てました？そして今日は塩崎が挑戦します。そうですね、まあこういう、まあ、どういう試合なのか分からないですけども楽しみですね、うん、はい。健介は言ってました、塩崎の目を見る、そう言ってましたね。はい、そうですね、やっぱこうね、塩崎選手の方は小橋選手と健介選手の試合意識しないって言ってたんですけど、はい、健介選手の方はもうあの戦いで比較されることも避けちゃいけないだろうなというふうに、ガンガンチョップいくというふうに宣言してましたからね、はい、そのあたりも好対照でありますが、初めてのシングルマッチです。塩崎は7.10 有明コロシアム、この10周年記念第1弾棚橋に勝ちまして1.4ドームの借りを返しました。思えばあのドーム以降怪我もしました塩崎、波に乗り切れませんでした。ローピギアの攻防はどうか、負けていない体を入れ替えた。コーナーに押し込んできました、クリーンブレイク。小橋選手にとってこの佐々木健介選手というのはどういう選手ですか？そうですね、いつもまあ意識する選手ですし、まあ本当に元気ですよね、はい、この岩このような体、あの4年ぶりに実現した吉江戦でもこの佐々木健介肉弾戦を見せてくれました。小橋さん、小細工がないないですね、はい、ねえ、真正面から塩崎の思いを、まあ、だからゴーもどんどんその自分の思いというものをぶつけていった方が面白い試合になると思いますよ。力比べ、この辺も一歩をしたくない。片下ついた、しかし立ち上がる、胸が合う、そのままダブルリストアームサルト。一つ返しました。思いのほか静かな立ち上がりになりますよね、そうですね。互いにチョップの使い手です。直線的パワーの試合になるかと思いきや、じっくりとした立ち上がり、ショルダーナックル、キック、タックルは健介の勝ち。タックル、いった、来ましたね。なんかこう会場のこの雰囲気、ざわめきっていうのを見ると、やっぱあのチョップ合戦というのを期待している感じが伝わってきますよね。5年前東京ドーム、健介対小橋、健介の胸が黒く内出血をして裂けました。そこまでできるか、あの時には両選手200発を超える安いヘッドバット合戦だ。塩崎ってヘッドバット強かったでしたっけ？いや、あまり見たことないですよね。ちょっとこれも相手が来たんで意地になってるようなところもあるんじゃないですかね。久保さん、どうです？いや、意地だと思いますよ。ですか、はい、珍しい試合です。佐々木選手もあんまり続きはしないですね。ねえ、あー、足がふらついています。パーンと今マットを叩きました。
今つらついてしまった自分へカラスタックル足を攻めに行きました。この小橋さんが見ていて塩崎選手の一番いいところって普段どんなところに感じてますか？ゴーの一番いいところは明るいところですね。ほう、はい、何に対しても明るいです、はい、それがやっぱりゴーがここまで早く成長してきた一つの要因だと思いますね。明るいとどういうことがいいんですか？切り替えとかですか？もちろんそうですし、何に対しても前向きに、練習にしてもそうですし、一つアドバイスをすればそれをそのものについて頑張って努力して、師匠が超プラス思考の人間ですからね、小橋健太というね、はい、いい影響を受けてるんじゃないですかね。やっぱ練習熱心というところも多分近くで小橋選手見せたということも絶対影響してるはずですよね。どうや練習量で言ってもやっぱ佐々木選手も実はそうですからね。本当にお互いこう練習量も豊富な選手ですから、まあ、長期戦というのもこれ十分考えられますよね。いや実は私もねこれ長期戦からってたった今感じたところなんですよ。なかなかねやっぱスタミナ切れるってことはなさそうですからね、両選手ともね、はい、さあブレンバスターを持ち上げてエプロンに投げ捨てた、場外に転落、試合が動き出すのか。ケンスケ場外、今日の大阪は30度以上、あらーブランチョー入って入って非常に積極的です、塩崎ゴー。グローバルリーグ戦は怪我のために欠場、その1分を G1 で晴らしたい、そうも話しています。男と男の戦い、チョップには膝、塩だよな、いいよ、場内にまず上げようというのか。さっさげよな、膝ですね、膝ですね、エプロン中で中でゲッゴーはこの攻撃はアメリカから帰ってきてから使うようになりましたね。なるほど、はい、ということはこのアメリカでいろんなものを収穫してきたということですね。そうですね、はい、戻してさあ今度はエプロンで危険な感じですね。こらえる佐々木、ぶっこ抜けるか塩崎、塩崎あーっとだ、エプロンでのパイルいけるか、おお DDT に切り替えました。消耗戦の様相を呈してくるのか。2008年の12月に塩崎選手が凱旋したときに2人はクリスマスの時の、ね、トーナメントで対戦しているんですけど、あの時は10分でしたから時間が非常に短くて判定というような、ね、結果になったので、今回は、ね、思う存分戦いますからね。何回も言います、序盤戦はじっくりとした展開になっています。チンロックサーフボード式になっています。膝が相手の首筋あたりに入っています。肩甲骨のあたりか、首に狙いを定めた感じですかね、さっき DDT が、はい、でおこれを流そうとしますが元の向かい、G1 で一気に顔を出していずれは GHC に挑戦したい、これからがスタートですという塩崎、チョップを狙っている、さあ新風を巻き起こせるか、2位を落としてカバーするカウント2つ、
せろ。大佐。大佐。汗が飛び散る。逆水平で倒す。徐々にこうエンジンがかかってきた感じですよね。ねえ、じわりじわりという感じがします。塩崎チョップを走るっていう表現の仕方をするんですけど、はい、もう十分走ってる感じがありますよね。コマさん、チョップが走るってのはどういうことですか。まあ走るっていうか、まあ、まあなんていうんですかね、まあいい感じでいくっていう感じなんですよね。あー、ありがとう。10分経過。気を整えているのか。天助を追う。中入れて。さあ、お返しだ。お互いにいいチョップいってるんで、これから面白くなってきそうな感じですね。ジョップですね。そうですね。のようだ。こう小林さん、選手によってチョップの質とかって違うものなんですか。違いますね。健介選手のチョップはどんな感じ。ドスンときますね。重いですね。重いですね。塩崎のチョップはどうでした。受けたことです。ゴーのチョップも重いですし、切れますよね。切れがいいっていうか、あ、それがさっきの走るっていうあれだったんですね。そうですね。なんでこのエルボー行くの。これは何か狙いがあるんですかね。塩崎の方もチョップ合戦っていうのはねあるのかもしれないです。まあ、本人がね、あの小林選手と健介選手は意識してないっていうところもあえてチョップではなく、特にちょっとなんかエルボーを打ち込んでいるところもあるのかもしれないですよね。エルボーも得意ですからね。取ればかりは分かりません。ちょっと目が打つようになってるぞ。足に来ているぞ小林さん。これは足に来てますか。エルボーがちょっと効いてるんですね。エルボーですか、さっきの。はい、はい、あー、来たこの汗。これ返してほしいですね。チョップで返してもらいたいですよね。そうです、チョップで返してほしい。小林さん、このファン心理分かります。いや、チョップで返してほしいんですよ。それは僕も分かりますね。裏返った、だがこの右手は今年1月に痛めた右手ですよね。ちょっとね、やっぱテーピングも見えますし、まあ、かなりきついんじゃないですかね。悶絶している。大事にならなければいいが、こうなった時の健介は怖いぞ。怒涛のように津波のように来るぞ。やった、鬼のような先輩。逃げないのが俺のスタイル。この顔だ。あ、行きましたね。行ったぞ。それでこそ塩崎。あー、ぐちゃぐちゃ。それでこそ健介。重そうな感じですよね、見るからに。小林さん、チョップ解説をお願いします。うわ、厳しいですね。首筋を打ち下ろしてきましたね。そうですね。
手先切りチョップから倒れた相手に対してのそのクリーンのチョップですね。はい、うん、重いですね。やっぱりチョップが重いです。もう見るからに分かりますね。そうですね、その重さというのは。さっきの腕のダメージから塩崎の動きはちょっと心配ですよね。はい、あれで動きがピタッと止まりました。ご覧の状況です。塩崎出て、はあ、よいしょ、坂上位で割れました。だって休ませてくれないですよね。さすがにこの辺は健介分かってますよね。胸のあたりを押さえています。あ、腕です。左の腕です。場外カウントが進みます。場外カウントは20。今片肘つきました。上がってこいという健介。14、狙ってますよ。狙ってる。避けろ、避けられない。鉄柵に頭打ったかもしれないですよね。今ちょっと。小林さん、はい、上に上がって中に入れてからやらないじゃないですか。厳しい攻めだ。休ませないですね。休ませませんね。小林さんもこうやって生田の弟子を育ててきましたね。はい、塩崎だ。あ、また食いに行きますね。この胸の方は分かるんですが、首にもらうとどんな感じになります？危ない。今ペリグリーのような形、高速だったんでちょっとタイミング、合わせづらかったような感じで、そんな危険な落ち方をしましたね。危ない落ち方をしました。これスリーパー、スタミナを奪います。小林さんも二の腕は太いんですが、こうやって若い選手をねスタミナ奪って、その剛腕でスリーパーでスタミナを奪ってきましたよ。塩崎劣勢の時間が長いですよね。反撃はするんですが、一つ二つ単発を渡ってしまいます。決まり具合、小橋さんどうでしょうか。スリーパーの名人、厳しいですね。厳しいですか。今朝方のようになってますね。ポジションもしかも中央ですからね、かなり厳しいですね。さすが福知山、そして九州福岡、柔道に青春を燃やした2人、手下がたむのような、そんな小島。ちょっとヒヤリとしましたね今。アラフォー世代のね、壁を破らなければね。そうですね、まあ、若さでっていうね、健介の方は言ってましたけど、5年前のチョップレスなんですけど、5年経っても俺はまだまだいけるぞというのを見せるって言ってましたからね、はい、まさしくその通りの展開ですよね。はい、でもね、佐久間さん、はい、10年前はね、この塩崎対健介、どう考えたってやっぱり、まあ、デビューしてませんけれども、そうですよね、どう考えても歯が立つはずがなかった、はい、5年来て分かんないところまで来てるでしょ、うん、10年経ってね。そうですね、まあ、そのだけね成長してきてるんでね、やっぱねこの中でさらにもう一歩ですよね。そうですよね。おお、あー、返した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 、ブレインバスター。しかし立ち上がったのは早いのは健介だ。狙いが上手くなった。
切ったが、塩崎が飛んだ、もう一回飛んだ、もう一回の場内の声だ、いった、フライングショットだ、ようやくチャンス来ましたからね、はい、ここから畳み込みたいですよね、はい、あーだいぶ胸のあたりもね真っ赤になってきました、あー健介の胸も真っ赤だ、おお走り込んでのチョップ、これが見たかった、あーした、あーコーナー、うわしかし腕を取り出してミッシャーが来ました、カウント2、20分が経過、やはり長期戦になりました、プロレスリングメガ創立10周年記念第2弾ニューナビゲーション2010 in 大阪、大阪府立体育会館、さあチョップ合戦が始まる、ここでは負けてほしくないですよね、試合もらったジャーマン、ゴーマンやり合ったか、打ちロングラスだ、もう一回あ、飛んだジャーマン、やった、最後の一撃のところですよね、これやっぱ篠崎打って終わりたいところでしたよね、そうでしたね、かぶさります、おーいかぶさります、ぜひリングサイドにいる今怪我と戦っている小橋健太にもっともっと早く戻らなきゃ、そういう刺激を与える、もっと頑張れ塩崎、あーカンバックル、今のはよく見てましたね、立ってこい、こう真っ向勝負の中で、ね、ああいう動きっていうのも大事になってきますよ、はい、あーパワースラムカウンター、かなりこのチョップを受けて胸が腫れ上がっています、ああ一石二鳥ラリアット、先頭から勝った、小橋さん今塩崎にかけてあれあげる言葉とあるとすれば、もう一回、はい、そういうですか、セコンドにいたら郷選手にどんな言葉をかけますか、あー今あーストラングルホールド、今放送席のストラングルホールドが決まった瞬間、小林さんの顔が浮かびました、そう息ができなくて苦しいんですよ、この時間帯で決められるとやっぱ苦しいですよね、マラスト、テレビのライトが当たっている、リング上は45度あるじゃないかというようなことを言った人もかつていました、中央に戻されちゃいましたね、今ご覧の体勢です、なんとかエスケープしたいところですね、ですね、ロープに重い体が出しかかってくる、ちゃんと2つ 2.5、小橋佐々木戦と違う戦いをあえて、塩崎は僕だけの戦いを模索しているようなそんな感じもします、トップロープ、塩崎立ち上がった、
なだれ式だ。なだれ式打たせてやりたい。あ、打てません。打てません。あ、パブロ。シュルだけ。かつて虎のマスクを脱いだ三沢選手に打たせてやりたいと叫んだことがありました。あっと、プロップの攻防。何を狙ってるんですかね。なんだ、出てくるか。ちょっと崩れましたね。ちょっと汗で滑った。ちょっと危険な落ち方をしましたよ。腰を痛めたか。25分経過。ラリアットラリアットですね。ラリアットラリアット手下げり、ローリング手下げり。来てますね。聞いてますよ。聞いてますか。そうですか。いいぞ塩崎。いいぞ。足の側のエースサルトプレス。カウント2つ。やっぱ勝負どころですよね、はい、先ほど痛めた腕。しかし勝負どころ。髪を掴んで、ガーマン、ありがとう。カウンター立つ。シャワトレンジのゴーマン、ありがとう。コマさん、連打が必要ですか。あ、キック。キック。触れましたか。ゴーフラッシャー。ゴーフラッシャー、やった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 。惜しい惜しい惜しい。いやー、決まったかと思いましたけどね。いいところ決めたんですけどね。さあ、待ちます。ゴーバンラリアットか、もう一つゴーフラッシャーか。もう一発行きたい。谷口に見せた変形のゴーフラッシャーですかね。はい、さあ、ああ、汗で滑った。お、今の張り手こんな。ああ、ノーザンライトかボムだ。ノーザンライトボムで切り返された。ちょっとブレンバスターの打ち上げの形になって。そうですね、最後はどう。切り返しだったらちょっと不完全でしたけど、逆に急角度で危ない感じで決まりました ね、 ですね。返しました。よく返した。小橋さん、今日の僕はどうですか。小橋さん、今日の僕はどうですか。胸突き発狂ニュースターか。お互いこれはもう厳しいですよね、本当に。お互いにダメージが残ってますね。スタミナ消耗しています。ここでまだこんなチョップ打てって信じられないですよね。本当ですね。相手が打ったら打ち返す。もう小林さん、これ足に来てるんですか。来てますね。来てますね。でも必死に踏ん張ってるんですね。うわ、胸の耳つばれがやっぱ5年前を思い出す感じになってきましたよね。大阪フリスがドームになった。5年前のドームになった。うわ、やっぱり佐々木小林。
やらなきゃならないわけがある。うわ、うなだれる篠崎、見下ろす佐々木。このチョップって、まあ、以前高山選手が小林選手と試合やった後に必ずね血管が出るってことを言ったんですけど、本当にそういうダメージがありそうですよね。もうお互い打つ方もしんどいですよね。いやー、ケンスケもフラフラになってきた、塩崎もフラフラになってきた。ゴール、ゴール、吠えたのは塩崎、なら行くぞ。うわ、うわ、このマシンガンチョッパー飛ばした。お、塩崎も行きますね。打つ方もしんどいんでしょ。しんどいですね、はい、うわ、あー、もう完全に内出血しています。予選しのぐライター、30分が経過。いいでしょう、佐久間さん、はい、1時間やる覚悟決めましょう。いやー、これね体は持たないですよ、本当に。うわ、どこで決着が、右踏まれですよね。どこで決着がつく、来い来いと健介。あー、こんな塩崎の顔見たことない。うわうわ、こんなチョップがまだ打てる。何度でも立ち上がる、これがプロレス。負けたくない、これがプロレス。うわ、格闘技ならこれでドクターストップ。しかしこれはプロレスです。もうお互いもう手を握った状態ですから離れられないですよね。両選手に拍手だ。なんか健介選手のチョップの勢いが増してるような気がしますよね。そうですね。あ、この場に及んでこのチョップですからね。しかも連打ですよ。珍しいですね、タイガースープレックス。スープレックス2つ目はどうだ、いける、まだいける。見ましたか皆さん、まだいける。奈良のとどめを刺そうという健介、もう足りないところぞ。クリちゃん、来た、ライトボム、いい角度ですね。すごい角度で決まった。佐々木健介を見た、塩崎ゴーを見た。いや、もうちょっと最後言葉失う感じでした ね、 そうでしたね。小橋さん、何かお願いします。何でもいいです。いや、もう素晴らしい試合でした、はい。なんかね、かつて小橋さんがハンセンに何回もラリアットを打たれて、今畜生とでも立ち上がって、
なんかそんなシーンを思い出しました。そうですね、ゴールもまた立ち上がってほしいですね。でもそのゴールを今回この叩き潰した佐々木選手は素晴らしい選手ですね、やっぱり。佐久間さん、はい、お願いします。いや、今最後ね、佐々木選手がコーナーに上がってすごい喜びを爆発させてたんですよ、はい、もうその姿を見たら塩崎選手が決してね、後輩の選手追ってくる選手じゃない対等だっていうのを感じさせる場面が最後の最後にも出てきましたね。もちろん試合中もそうだったんですけど、あの喜びをっていうのはなかなか見たことないシーンでしたよね。最後は33分36秒、すごい試合でした。長い試合でした。ノーザンライトボム佐々木健介が塩崎をやっています。フラフラの塩崎、彼に抱きしかわからない言葉を交わしている。初対決の時には健介の足を振り切った。今も振り切った、うん、これはもうあの時とは全然違いますよ。確実に倒していい指標で今の気にした感じですよね。そうですね、次は倒すぞというね、一勝でしたね。よーし、進む来いという健介の表情。いや、頑張りました。差し出されるお客さんの手が塩崎豪の頑張りを表しています。そしてそれを打ち破った。